はい、おはようございます。ギバチャンネルケンジです。今日は久しぶりの朝練です。なぜかというと、きついなって思いながら、疲れすげえ溜まってるなと思いながら無理してやってたんですけど、そしたら夏風邪ひいちゃって、今も鼻が詰まってるんですけど、まあだいぶ良くなってきたんで朝練再開しようと思います。まあその間もね、夕方滑ったりはしてたんですけどね、皆さんも疲れ溜めすぎないように気をつけてください。で、今日もね、一応朝練のテーマであるね、スイッチスタンスの練習をやっていこうと思います。いやー、スイッチ難しいですね。まあ頑張るしかないかな。じゃあ頑張っていこうと思います。まずはウォーミングアップして、その後マニュアルとかまたやっていくんで見てください。で、ギバチャンネルではね、まあ、こういった Vlog だったりとハウトゥーだったり、いろいろねスケボーに関することたくさんやってますんで、もしねチャンネル登録まだな方いましたら、チャンネル登録の方をお願いします。右隅のアイコンからクリックしてもらえたら登録できます。じゃあ早速練習します。じゃあ早速テールマニュアルやってみようと思います。テールとノーズ怖いな。まあスイッチのマニュアルやってみます。と思ったらセクションが4つで濡れてます。怖いんで今度も飛ぼうかな物飛びやっていこうと思います。じゃあこっちからはねスイッチで行って、向こうから戻ってくるときはレギュラーで飛びます。疲れをためてね、体調崩しちゃうとこういう気温なこともね狂ってしまうんで、皆さんは気をつけましょう。睡眠めっちゃ大事です。すっげえ寝まくったら体の疲れがすごい取れました。びっくりするぐらい。でもね体動かないですさあ動かしていきます。はい、1段アップです。ビギナーの方がね、上に落ちないものが乗ってると怖いっていう気持ちがすごい今分かってます。ちょっと変えてやってみます。かなりね危なっかしいけど決まりましたね。今風に言えば、今風っていうかな、どうなんだろうね、かなりスケッチーでした。まあもともとねスケッチーとかはね、自分がカナダにいた時に聞いてた言葉なんで、もう17年前そんな時にね使ってた言葉がね、やっぱ若い選手のね海外進出によって多分流れてきてるんだなと思います。今どうなんだろうね、海外で使うのかな、使うから使ってんだろうね。まあいいや。ちなみにカナダの友達がスケッチーを使った時の動画はこれです。2003年のね DC のビデオ、ダニーウェイですね。この飛んでフロントヒールからのこのキャッチ、このキャッチですね。超やばい、危ないですね。これこそスケッチーですよ。これがね友達が使った時のねスケッチ。今のスケッチってそんな危なくない時も使うイメージに変わってきたかなと思います。どうでもいいね。はあ、オーリー怖いですね。久しぶりはすげえ危ない感じで飛んでます。もう 1,2 回飛んで違うことやりましょう。だいぶね良くなってきてたね。オーリーもスイッチオーリーもちょっと不調になってしまったんで悔しいですね。しっかり取り戻します。体調管理ね難しいですね。頑張りましょう。まあ綺麗ではないんですけどね、今日はこれぐらいで怪我する前にやめとこうかな。じゃあちっちゃいボックスで練習してみます。幼稚園の時に人気だった虫がいます。でん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 。僕の幼稚園ねすごい山の方で、なんだろうね、虫捕まえたり泥だらけになって遊んだりするような幼稚園だったんで、こういうの捕まえたりカマキリ捕まえてると人気者でしたね。名前忘れちゃったけどね。あれを袋に入れて持って帰るっていうのがね、幼稚園の日課だった記憶があります。さあ、ミニボックスやっていこうと思います。まずはね、基本の50やろうと思いますが、バックサイド50は難しいです。そんなこと分かっています。あー、暑い。仕事の前にね、こんなに汗だくだ。今日は新品のねデッキなんで、ボックスにねワックス塗るのもありなんですけど、まあ滑りすぎたりね、人に迷惑かけることがあるんで、自分は結構こっち側、こういう風に板の方に塗ったりして調整します。そしたらね、違うローカルに行ってねボックスワックス塗りまくるのはね、ちょっと良くはないかなと思うんで、こういう風にデッキに塗って調節するといいと思います。よし、じゃあボックス練習やっていきます。超ギリギリでした。怖ー、怖い。体がねボックスの方に乗りすぎてるんで、少しずつ調整していこうと思います。今回からウィールが新しくなっちゃったんで、削れたねミニウィールから52ミリに戻ったらちょっとテールが遠いんで、それもあってねオーリーの感覚がちょっと変わったのかもしれないです。だから乗る時もちょっとテールが遠いような感じがします。いいわけです。このねスイッチテールスライドが10日後ぐらいにねマシなものになると思うんで、見ててください。低い方で。ラスト1回します。はい、なんとか決まりました。でもね、全然言い訳はウィールです。少しずつ慣れていこうと思います。暑い。朝からね筋トレも入れていこうと思います。この R のプラットフォームに両足ジャンプで乗るっていうのをみんなでやってて、俺届くからって言って余裕かましてたんですけど、届くんですよ。ただみんなのジャンプの軽さに超びっくりして、俺ギリギリなんですよね。これ多分90センチぐらいの R なんですけど、よし頑張ろうと思ったんで、10回3セット無理かな、7回8回を3セット無理かもしれない、できるだけやってみます。めっちゃ地味ですね。あと2セット。デラきついですね。デラって名古屋弁なんですけど、めっちゃみたいな単語なんですけど、デラとドラがあって、ドラは分かんないんですけど、デラはデラックスのデラだっていう噂があるんですけど、どうなんでしょうね。よし、ラスト1本いこう。なんとかなんとかできましたが、はあ、超きつい。今のでね、体がほぐれるかと思ったら死ぬほどバテたんで回せないかもしれないんで、基本的なスイッチの180だったりハーフキャブだったり、そういうトリックをやって終わろうと思います。まぶしい。ふう、きつい。超苦手なスイッチポップです。今日はね、これぐらいにしとこうと思います。暑い。はい、久しぶりの朝練はきつかったね。まあでもね、朝から汗かいて仕事に向かいますが、すがすがしいです。まあこれからもね、朝練とか練習、まあその他もろもろ頑張っていこうと思うんで、ギバチャンネルの応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もお願いします。コメント、いいね待ってます。じゃあ次回のビデオで会いましょう。バイバーイ。